はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。エイティブログです。私たちは名古屋駅に来てます。後ろにツインタワーがあります。そう新幹線名古屋駅ど真ん中です。はい、今からは朝ごはんを食べに行きます。いいですね。お腹ペコペコですよ。もちろん朝はもう終わったから。もう何時ですか？11時30分ぐらいでしょうか。45分です。はい、はい、お昼ご飯ですね。、はい、ブランチでございます。まあ、いつも通りにモーニングを結構長くやってるお店を見つけて、それに今から向かいたいと思います。名古屋駅の近くにモーニングがあるということで、はい、行きましょう。名古屋駅の駅西はあんまり高い建物とかないね。そうだ、もう商店街みたいになってるもんね。ああ、こう見渡しても、はい、駅西銀座あそこね。だから皆さんが知ってる名古屋の大都会は東口だね。うん、そう、私もここ歩いたことない。西側はね、地元の人でもあんま来ないです。いや、来るんじゃない？私たちだけじゃない？これですよ。着きました。1日中モーニングの種類がめっちゃ美味しそう。全部長づいたよ。早く入りましょうか。駅西銀座の中にある喫茶店です。喫茶モーニング、めっちゃ可愛い。てかね、駅西銀座めちゃくちゃいろんなお店がある。居酒屋とかレストランとか、めっちゃ全部昔、ね、昔ながら。海外のレストランもいっぱいあって、一回遊びに来るといいかもしれない。おお、おしゃれ。はい、お、オグラトーストある。そう、私はこれにする。でもタカはどれにする？バターチキンもある。カレー、え、すごい、モーニングだ。ああバターチキン。ああ、バターチキンカレー。じゃあ僕バターチキンカレーセット。2階に行けばいいと。めっちゃ昔ながらっていい感じ。なんか古民家って感じだね。うん、階段の角度きつ。そうだね。あ、でもめっちゃいい感じ。本当だ、めっちゃ雰囲気いいじゃん。あ、はい、ありがとうございます。おー、美味しそう。そう、バターチキンカレーです。あと卵がタカを見てるよ。多いね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。わ、めっちゃ美味しそう。見てこの大蔵トースト。あの、なんかこうプロモーション写真に出るような。めっちゃ可愛いね。これをちょっと塗って、あ、バターも溶けてきたから。豆が逃げてるよ。オグラトーストが名古屋のモーニング、ザ・名古屋モーニングって感じで、簡単な作り方で厚切りのトーストを使って、それをこういい色に焼いて、その上にバターとオグラあんを塗って食べます。うん、バターの香りめっちゃいい。豆でかくない？うん、ここのお店のあのオグラあん、まだめっちゃしっかりしてる。うん、全然甘すぎないし。うん、もうデザートって感じだよね。オグラトーストってね、うん、デザートですよ。で、このパンはめっちゃふわふわ、中でめっちゃおいしい。もうあのカレーめちゃめちゃいい匂いするね。しない？いい匂いする。なんかさっきに説明されたのが、こうなんか生クリームとミルクで、なんかクリーミーなカレーを作ってる。うまっ。そんな感じ？めっちゃ美味しい。モーニングじゃないけど。確かに。普通のご飯になっちゃった。うん。でも多分モーニング仕様にしてて、めっちゃくちゃ味が強いわけじゃなくて、さっぱりって感じ。うん、美味しい。このチキンカレー、あ、全然辛くないね。うん、美味しい。
うん、あと、まあ、これはメインだけど全部のモーニングについてくるのがこの目がついた卵ちゃん、うん、卵ちゃんでサラダとヨーグルト。ドリンク料金に200-300円だと思うね。やばくない？これ300円って思ったらさ、うん、あと建物がめっちゃいいよ、これ古民家ね、昔の家を思い出すもんね、あったかの、うん、地元のまさにこんな感じだった、土壁の、あ、ほう、うん、今の家じゃなくて1個前の、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちが建てた家、うーん、天井もこんな感じだし、床もちょっと歩くとキシ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 って言うような、あ、でもそれが好き、うん、タカはもうそういうところに住みたくないの。いや、和モダンだったらいいよ。ああ、まあこんな感じで、そうそうそう、ちょっとモダンにリノベーションしてたら、ね、ただただ古いところがだってきつい、怖いじゃん、でっかい雲とかで寒いし、だって昔の家とかこんぐらいの雲で、うーこんぐらい、しかもめっちゃ動き早いからね。いや違うよ、タカがこれぐらいのサイズしかなかったから、ああ、より 大きく感じただけでしょ。俺の感覚だったらこんなもんだ。ないでしょ、日本に叩こうとしてもこういった瞬間にもう逃げながら、怖い怖い。あ、今コーヒーを飲んだけど、うん、ここもコーヒーが美味しい、うん、下にコーヒー豆めちゃくちゃ売ってた、いろんな種類ので、焙煎もしてるとこ下で機械あったから、うん、そうだから、コーヒー豆買いに来る人もいるんじゃない、ああ、まあ、コーヒー好きで、え、タカのミルクティーは、あ、まっま、シロップめっちゃ入れた、もう砂糖水だよ。シロップめっちゃ入れた。はい、じゃあ卵ちゃんも食べよう、見てるけど食べないで、うん、私を食べないで。このバターチキンマジでうまい、これだけで普通に出してほしい、あのちゃんとしたさ、ちゃんとしたボリュームのランチメニューとして、あーモーニングだからちょっと少なめでしょ、グラトーストもちょうだい、の小さい一口、ち半分のパンじゃないよ、うん、うん、バターチキンの後のデザートとして最高、デザートはそっちにあるよ、ヨーグルトもついてます、そう、卵も忘れないで、うん、一口だけ、その半分、そう、タカの一口はその半分、半分の半分食べるから、本当に信用して、信用しない、おいおいおい、ん、もう半分以上食べた、これあれだね、ちゃんとした粒のあん、うまいね、おいしいよ、じゃんけんしよう、最初はグーじゃんけんぽいかな、これが戦争になるよ。じゃんけんで勝った方が食べるっていうルールなのに、ルール破るからこういうちっちゃいところから戦いは始まるよ。わかる、うん、出して何のためにじゃんけんしたの、うん、何のためにじゃんけんしました今。じゃあこのヨーグルトは俺のもの。信じられないですよ、じゃんけんして俺買ったのに。別にあげようとしてないよ。高が忘れたいなと思って。静かに卵とヨーグルトを食べてください。何？まだ怒ってるの？もちろん。じゃんけんの忘れないよ。死ぬまで忘れないよ。今日の日のじゃんけんのことは皆さんも覚えててください。やばいやつ、ドイツ人を信用しちゃいけないですよ。じゃんけんは別に何の意味もないよ、ゲームですよ。あと1週間覚えて続ける。ごちそうさまでした。そう、ごちそうさまでした。本当に美味しかった。食べました。うわ、軽っ。食べた食べた。美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。この動画を終わらせる前に皆さんにご報告があります。社長からご報告がございます。はい。私とエリが MC をする番組がスタートしました。有名になるかもしれないよ。名古屋で有名になるかもしれません。名古屋のスターキャットの P
ケーブルテレビ会社であの小さい番組を作りました。名古屋はつまらなくないという名前をついた私ともう一人外国人のエリーが一緒に MC していろんな名古屋の魅力的なところを紹介するという番組です。エリーさんは以前 LT ブログのチャンネルにも出ていただいているスペイン人のレナのビジネスパートナーです。会社の共同経営者だね。そうそう、で私たち本当に名古屋が大好きだから、もう名古屋に住んでる人も自分の地元をもっと好きになってほしいので、うん、この番組をスターキャットのケーブルテレビ会社と協力して作りました。これから1年間ぐらい続ける予定です。すごいじゃん、1年間テレビ番組を持つでしょ。 MC にまで成長しましたね。めっちゃ嬉しいよこれ。名古屋のケーブルテレビなので名古屋でしか見れない。トゥントゥントゥン。名古屋にお住まいの方はスターキャットのチャンネルで見ることができます。はい、毎週火曜日の夜9時15分からです。じゃあ名古屋以外の人はどうするっていうことになるんですよね。はい、あの一つの方法は他のケーブルテレビにも、これから提供するという話がありました。あ、そうなんだ。スターキャット以外にもいろんなケーブルテレビにコンテンツを提供して放送してくれるんだ。うん、ピックアップしてくれるらしい。でもそれがまだ私も情報がないので、まあ、いつどこでなんか放送されるとかはちょっと、うん、あの説明しにくいので、うん、めちゃめちゃ簡単な方法があります。 YouTube にも見ることができます。おお、すごいじゃん。じゃあどこでも見れるじゃん。そう、今はスターキャットの公式 YouTube アカウントで一つのエピソードが見ることができます。じゃあ僕らの概要欄、動画の概要欄にスターキャットの YouTube チャンネル貼っとくので、そこから飛んでいただければレナとエリのコンテンツ番組が見れます。はい、名古屋はつまらなくないという番組です。見てみてください。コメントもしてください。はい、私たちは名古屋駅に着きましたので、この動画をここで終わりにしたいと思います。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。喫茶モーニングにも行ってみて、 YouTube チャンネルのスターキャットの番組も見てみてください。概要欄に載っけておきます。はい、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。